度戻りまして、向かって左側の後方ブロックにも目線をお願いいたします。お願いいたします。センターです。あ、伊賀くん真ん中です。では伊賀くんお疲れ様でした。伊賀くんはここで退場となります。ありがとうございました。ではゲストのお二人からですね、最後に一言ずつメッセージをお願いしたいと思います。吉高さんからお願いします。はい、今日はこういった貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。なんだか学生の皆さんとお話しする機会が初めてのような感じでなかなかなかったので、なんか皆さんの夢とか不安とか希望とか画面越しだけどたくさん感じることができましたね。えいっぱいいろいろあるけど、この映画も見終わった後こうその会いたくなる人が思い浮かぶような映画なので、皆様もこう今見てくれた方たちばかりだと全員がそうだと思うんですけど、また公開した後見てくれたら嬉しいです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは横浜さんお願いします。はい、皆さん本日はありがとうございました。もう僕も本当に皆さんとなんかこう貴重で素敵な時間を共有できて嬉しく思います。僕もこう年が近い分なんかなんだろうな、すごく皆さんと話をするのが楽しかったですし、なんか僕もなんか皆さんのその相談を聞いてなんかいろいろと考えることもあったので勉強になりました。皆さん映画をもうご覧になっているということで、なんか今日いろいろその作品のことも話したりもしたので、そのことを踏まえてまた映画をご覧になっていただけると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、吉高さん横浜さんお二人を大きな拍手でお見送りしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。